今回は中藤武彦さんからの紹介で写真家の鶴巻一歩さんに伝えたいと思います。鶴巻さん、あ、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。鶴巻さんっていうと、まあ、写真集出されたりとか、まあ、ギャラリーも運営されたりとか、うん、結構精力的にね、はい、頑張ってらっしゃいますけども、はい、僕が拝見してるのと海外の写真が多いんですが、うん、どうだろうな、今まで行ったところで印象深かったところってどこがありますか？いや、数えたんですけど、今まで行った国の数を、だ22か3かそのぐらいだったんですね。はいはい、うん、結構ありますね、うん、はい、でもその中で、まあ、あの印象深いというか、好きなところはもうイギリスなんです。イギリス、うん、まあ、住んでたっていうこともあって、うん、はいはい、イギリス、私すいません、どうだろうな、乗り換えで行くくらいで、あんまりイギリス国内回ったこと個人的なんですけどね。いや、なんかね、あ、ちょっと日本、東京と似てる感じもあって。あ、そうですか、うん、バスいっぱい走ってるしみたいな。はいはい、ちょっと機会があったら行きたいところなんですけど、ね、ぜひ行って、まあ今行けないけどそうね、落ち着いたところでね。はい、わ、はい、かりました。すいません、じゃあ早速なんですけども、はい、バッグを見せていただけますか？はい、これ。はい、結構なんか年季の入ってる感じのそう、いや、これは本当年季入ってるんですよ。私が写真始めて、はい、まあ、本格的にやっていきたいなって思った時に買ったので、20年は行ってないですけど、まあ、15年、はい、6年は経ってるもので、あの、うん、アルチザン&アーティストのカメラバッグ、はいはい、あれですよね、なんかこう、どうだろうな、今でこそね、いろんな種類のカメラバッグが流通してますけど、はい、デザインにちょっと振った感じのカメラバッグってまだ当時少なかったと思います、ね、うん、そうだから当時ってあんまり今ほどこう種類がないじゃないです か、うんうん、だからその中でたまたまあの銀一が銀座にあった頃、うん、あ、カメラ屋さんの銀一さんね、あ、そうはいはいはい、あった頃に、はい、あそこになんか、はい、あそこ行くとプロっぽい感じがするじゃないですか。まあね、プロの方がね、愛着するのがメインのお店ですからね。そう、だからなんかあそこにたよく行ってたんですよ。買うものがなくても、はいはい、その時に見つけて、はい、一目惚れして、それでずっと今も使ってる。現役なんですね。現役なんです。なんかもう黒がだいぶこう白く見えるぐらいの感じの使い込み方ですもんね。グレーになっちゃってるんだけどね。それが一番の、まあ、お気に入りのポイントはどこになるんですか？お気に入りは、ね、形以外に、まあ、あのこの生地、キャンパス地っていうのもそうですし、はい、あとね、このジッパーとかもこう大きめだったりしてね、はい、こう開け閉めしやすかったり、はい、ところかな。あと中がね、この赤、中の赤、あ、そうね、特徴的ですよね、結構ね、これもまたいいんですよね、はい、はい、わかりました。じゃあすいません、早速なんですが中身を見せていただけますか？はい、中身は、まあ、いつも使ってる、はい、これ EOS RP、 どっちですか？ RP、うん、はい、で、レンズはそれは何ですか？35mm のマクロレンズ、はい、わかりました。なんかそれは多分あれですよね、一眼レフからちょうど今プロカメラの農家ミラーレスに移行をしてくるタイミングだったりもするんですけども、うん、はい、鶴巻さんの使い方でいうともう結構比較的早いじゃないですか、じゃあミラーレス、あ、そうですね、だけでこうね、使ってらっしゃる方でいうと、なんかポイントはあるんですか？まあ、ポイントは、まあ、私スナップ撮るんで、まあ、やっぱり本当に軽い、はいっていう、フットワークよく撮れるっていうところが、まあ、一番重要なんで、そうすると、まあ、一眼レフ使うよりも、まあ、ミラーレスの方が、まあ、合うかなっていうところは一番大きいのかなと思って。レンズはそれ1本だけですか、持っていくの？
まあ、ほぼもうこれつけっぱなしで、まあ、35ミリ画角が好きっていうのもあるんですけど、はい、うん、はい、まあ、いっぱいあのアルフレンズありますけど、これがまあスナップに一番向いている、うん、っていうので、まあ、95% ぐらいこれで、あ、もうほとんどそれなんですね。ほぼこれです。でも、まあ、たまにもう一本持っていくのは、この50ミリの F、 はい、テレビ感が大きいですね。そう、1.2 F、 1.2 そう L ですよね、はい、はい、これを、まあ、結構それも年季入ってそうですね、うん、これが一番好きなレンズで、まあ、人撮るとき、ポートレートとか、はい、撮るときはこれに変えて、はい、うん、でちょっと声かけて撮るっていう。そのアダプターはじゃあ つけないとつかないですよ。あ、そう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 、まあ、ただ今ちょっと他のところ使ってるんで、ちょっとこれには撮ってないんですけど、はいはい、これにアダプターつけて持ち歩く。はい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 、わかりました。結構あれですか、 1.4 とか 1.8 とかってレンズもあると思うんですけど、うん、1.2 を選ぶ理由は何なんですか一番。うん、まあ本当に買い物で使うこと少ないんですけど、ただ この 50mm の絵が好きなんですね、本当。あ、うん、ちょっとこう柔らかいよな、うん、はいはい、それが気に入ってて、まあ、絞り開け気味の時はちょっと柔らかかったりしますもんね、うんうん、ポートレートはこれで、普段スナップはこれ、はいはい、じゃあその35と50はそういう形ですか、ね、もうあんまりそれより広いレンズとか望遠とかはもうあんまりこう使わない感じですか。あ、まあ仕事だとね、いろいろ使いますけど、はい、本当に自分の作品作りとか普段あの歩いてスナップ撮るって時はもうこのその2本、うん、わかりました、ありがとうございます。他にそのカバンの中には何が入ってますか。他は、あ、まあ、この2本でほとんど撮ってると言いつつも、はい、ちょっとフィルムカメラを、ね、フィルムカメラ、そう、はい、持ち歩いてるんですけど、それは T3、 コンタックスの T3 と、はい、まあ、はい、あのどっちかなんですけど、はい、そ、あの、はい、ビッグミニ、はい、このどっちかをなんとなく、コニカビッグミニ、懐かしいですね。そう、けどそれ、そのレンズも両方とも確か35mm ぐらいですよね。そうなんですよ。だから何ですかね、好きなんですね。35mm が一番しっくりくる。そう、50も好きなんだけどちょっと狭い感じがするから、はいはい、まあ、35が一番。そのビッグミニとコンタックス T3、まあ、コンタックス T3 と、まあ、ね、同じフィルムカメラといっても、その T3 は、まあ、くくりで言うと、まあ、いわゆる高級コンパクトカメラ、はい、でビッグミニは比較的、まあ、普及タイプの製品だと思うんですけど、うん、使い分けとかは何かあるんですか。使い分けは、まあ、気分になっちゃうんですけど、まあ、なんかちゃんと撮りたいっていう、ちゃんと撮りたいっていうか高級で、はい、もうちょっとラフな時はビッグミニっていう、はい、まあ、本当に気持ちの問題です。それ2台のフィルムカメラですけど、フィルムは何を使うんですか。フィルムはね、まあ、あのカラーネガで、はい、ここにあるんですけど、このスーパー400、スーパー400、うん、あのいわゆる普通のネガ型ですよね。普通の本当に普通の、ね、いやこれがね大量に余ってたりしたんで一時期なんか撮らなくなったりするじゃないですか。はいはいはい、デジタルの方に、うん、はいはい、うん、だからいっぱいあるので、まあ期限切れだけど使ってる。ああ、まあ期限切れでも映んないわけじゃないですからね、感度下がったりとかしますけど、なんかね、その色が良かったり、ね、偶然が楽しい。はいはい、はいはい、現像とかプリントはどうしてるんですか。まあ、あのもうプロラボに出して、まあかつては自分でプリント、はい、うん、はい、してたんですけど、うん、でも最近はもうあの、ネガをスキャニングして、はい、それでインクジェットに出す、はい、じゃあデジタルデータに置き換えてから自分で調整とかしながらのプリントを楽しんでらっしゃる、うんうん、ね、あのインクジェットの方が今あの紙の種類とかいろいろあるから、ね、
あ、そっかそっか。まあそうですよ、ね。それはそうそう。わかりました。はい、他にもカバンの中は何か入ってますか。他はね、はい。まあ、そんなに持ち歩く方じゃないんですけど、まあ、バッテリーは。バッテリー、バッテリー何本ぐらい持っていくんですか。バッテリーは普段3つ。あ、結構持っていくんですね。そう、まあ、これそんなにあの大きいバッテリーじゃないんで、はい、ずっとオンにしてるとなくなっちゃうんですよ。あ、そっかそっか、うん、はいはい。そうそうそう。それと、あと、まあ、お財布お財布周り必要ですよね。で、あのこれね、お財布の中に、はい、SD カードを入れてるんです、いつも必ず。それは、まあ、あとあれですか、はい、SD カードのケースももちろん無事に持ってるんですけど、ただこれを忘れちゃったり、はいはい、あと取っててもうフルになっちゃったりとかいうことがあると困るので、お財布は必ず持って歩くから、はい、その中に1枚忍ばせて。それはじゃあ、まあ、基本的にはエマージェンシーで使うことが多いわけ。あ、そうそうそうです、そうです。あのいわゆるカードケース忘れちゃった時とか用ですね。そう、そうです。わ、うん、かりました。はい。あと、でちなみにさっきのカードケースの中のカードって、あの容量でいうとどれぐらいのものを何枚ぐらい持っていかれることが多いんですか。容量は、まあ、16か32かを2枚。2枚ぐらい。はい、普段の札、まあ、この辺札。はいはいはい、それはで、ね、十分足りる感じですか。じゃあ、まあそうですね、まあ海外の時はね、もう10枚20枚結構持っていくんですね、さすがに、うんうん、え、海外の時はその枚数多かったらもうあれですか、現地で取ったら、もうカード入れ替えてバックアップとかしてカードを、まあ、例えばホテルに置いておくとかなんか保存していくような感じで使うんですか。まあ、1日1枚にしてて余ってても1日1枚にしてて、はい、それで、バックアップに2つ取る。あ、そっかそっか。取りずつけども、カードはフォーマットせずにそのままもう 取ったものは置いて、 そのまま日本に持って帰ってくるって感じなんですね。わかりました。あと他にも何かありますか。あとはまあ、ええ、そんな変わったものないんですけど、手帳。はい、その水色の可愛い手帳には何を書くんですか。手帳はあの私あの人に声かけて撮るんですよね、うん、はいはい、海外でも日本でも、はい、で、はい、その時にね、あのできるだけ写真を送るようにしてて、はい、その住所とか名前を書いてもらったりとか、連絡先ね、相手の。そうそうそう、はいはい、うん、それとか、あとは、まあ、ちょっと思いついた言葉とか、今度写真展とか、はい、まあ、写真集とか、なんか作品作りたい時の、まあタイトルだったり、なんかちょっとしたキーワードを思いついた時にこう書き込むっていう感じですね。わかりました。スケジュールとかだったらその手帳はまた別の手帳なんですね、じゃあ。いや、ここはスケジュール帳なんですけど、あ、もう一緒なんですけど、うん、まあそんな書かない。そう。そうです。わかりました。はい。はい。はい。じゃあ、あれですかね、まあ、あと何かあったりします。そんな感じですか。そうですね。お掃除グッズとかもあまりなく、ああ、ね、あのクロスはまあ1枚入れて、あとあの、はいはい、パフパフブロワ、うん、はいはいはいぐらいですかね。あはは、わかりました。で、鶴巻さんっていうと、まあ、うん、カメラのお話もそのバッグの話もされた、さっきね冒頭でもちょっとご案内、うん、お話をしましたけども、結構ギャラリー自分で運営されてるって、まあ、写真家の中でも比較的、まあ、珍しいって言葉変ですけども、あの少ないと思うんですけども、なんかそのギャラリーを作ろうと思ったこうきっかけみたいなものって何かあったりするんですか。いや、それで、ね、結構いろんな人に聞かれるんですけど、なんかすごい夢だったとかそういうわけじゃなくて、はい、思いつきって言うと変なんですけど、結構思いつきだけでなかなか、ね、でもね、考え起こせるようなことじゃないし、そうなんだけど、考えて1年で作ったんですよ。はいはい、いや、何をやるにも私1年って決めてて、はい、うん、なんかこう長いスパンで考えるとなんか気分も変わりそうだし、
あと時代も変わっていくと思うんで、うん、だから、まあ、何でも1年でやろうっていう考えなので、はい、だからなんとなくでやれたら面白いかななんて思ったのがまあ1年ちょっと前。ああ、もう1年経ちました、オープン。そうなんです、3月で。おめでとうございます。ありがとうございます。え、ざっくり言うと、延べで言うと何人ぐらいがあのギャラリーで作品発表されてるんですか。あ、今まで、あ、この1年で。そうです、そうです。あ、はい、数えなかった、10人ぐらいはやってるのか。まあ企画展やったりとか。はいはいはい、結構、まあ、そうですね、10ぐらいだね。10ぐらい、うん、はあ、はあ、はあ、わかりましたね。場所とか後でこう下に入れますね。はい。ジャムフォトギャラリーです。ジャムフォトギャラリーですよね。はい。はい、ま、目黒駅から5分ぐらいですかね。はい、徒歩5分。はい。5分ぐらいですよね。はいはい。わかりました。で、まあ、そのね、ご自身の作品だったりとか、まあ、人の作品とかもギャラリーが紹介されてますけども、ご自身も写真集を何冊か出されてたかと思うんですけども。あ、そうですね。だから、あの、はい、今年の3月にもう出したんですよ。はい、新しい。はい。パーフェクトエイっていうのを、ちょっと見せていいですか。はい、はい、どうぞお願いします。これ出して、はい、で、本当、はい、あの、キャノンギャラリーで、あの、展示の予定だったんですけど、まあ、コロナの、はい、そうだそうだそうなんです、はいはい、それでちょっと延期になっちゃって、ただ、はい、あのどうしてもやりたかったからそのタイミングは譲れなかったんですね。そう、やっぱりこの本の出版と同時にやるのは意味があるかなと思って、で、はい、そのジャムフォトギャラリーが、まあ、空いてたので、はい、そこでとりあえずやったっていう。なんかちょっと名前を見せてもらっていいですか。差し支えがなければ。全然。なんか、あ、こうやってちょっと人に声かけて撮る。はいはい。ま、街角とかで、うん。そうですね。まあ、それが多いんですけど、ポートレート今回。それとか、はい、まあ、本当なんか風景もあるし。はい。まあ、ちょっとした、まあ、光綺麗ですね、ミニラーのやつとかね。やっぱり。それは主にどこで撮った写真なんですか。これは本当あのどこって決めてなくて、東京もあればヨーロッパ、アメリカ、あとアジア全部混ざってて、はいはい、ごちゃごちゃになってるんですけど、だからこれは本当にこう、うん、見ず知らずの普通の人の平凡な生活を撮りたくていつも撮ってるんですけど、それをまとめた感じ。あ、日常、そのいろんな、まあ国の人たちの日常を収めた。うん、で、まあ今こういうコロナのことでこう自粛ね、はい、いろいろなってますけど、はい、みんなこうなってから思ってるじゃないですか、その日常っていかに素晴らしいかっていう。まあそうですよね。そうそうそう、あのまさか自分が毎日マスクしなきゃ外出らんないとか、そんな状態になるとは想像もつきませんでしたもんね。うん、だからなんかそんな思いで撮ってたから、うん、日常の素晴らしさみたいな、うん、まあ振り返るとやっぱりね、うん、少し前までってすごくこう良かったのなと思ったりもしますよね、うん、そうです、こういう状況下になるとね、うん、だからそれがまあパーフェクトデイっていうのは、そのそういう日、何でもない日々がいかに素晴らしいかっていう意味で、まあ、パーフェクトデイにしたんです。え、けど変なし、それ作っている頃には今の状況って予想もできてないですよね。あ、もちろんできてないです。ですよね。そう。じゃあなんかそれがまあ変な、あまりいい意味じゃない、良かったことじゃないかもしれないけど、タイムリーな、まあ、悲しみになっちゃったわけですよね。うん、まあただちょっとまだ、うん、キャノンギャラリーでできなかったんで、はい、写真を多くの人に見せることがちょっとできてないのか、まあ今残念です。ね、ああ、はいはいはい。あ、そっか、もうそれの展示も終わったんですもんね。そう。あのご自身のギャラリーも。そうなんです。うん、そっかそっか。まあこればかりはどうしようもないですもんね。うん、まあしょうがないですね。うん、そうですよね。わかりました。じゃあですね、はい、次の方を紹介をいただけますか。え、もう終わりなんですか。
まだ喋りますか、行きますか、いいですよ、お付き合いしますよ、いくらでも。大丈夫大丈夫、はい、いやいや、あの、うん、他になんか面白いもの出てくるんだったらどん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 。そういうのはないけど、あ、1個だけ宣伝っていうかどうぞどうぞ。いいですか、その今あのギャラリー、ジャマホットギャラリーはもちろん閉めてるんですけど、はい、あの、はい、1周年記念で企画してた展示があるんですよ、はい、うん、はい、でそれがセルフポートレート展っていうものなんですけど、はい、いろんな写真家さんに頼んでセルフポートレートを撮ってもらって、はい、それを展示する予定だったんですね。それは、ご自身のジャムフォトギャラリーでですよね。そうです、うん、はいはい、なので、まあね、自粛期間が終わったら、まあ、再開するので、はい、ちょっとその時はぜひ皆さん見に来てほしいなっていう。わかりました、はい、まだ日程は決まってないんですよね、うん、まだそうですね。あああ、まあ、でも SNS とか、うん、でまあ随時いろいろお知らせはするので。わかりました。じゃあ例えばそのギャラリーの、サイトであったりだとか、はい、鶴巻さんの SNS とかをチェックすればわかるということですね、うん、はい、ちなみに鶴巻さんの SNS は何をお使いしていらっしゃいますか。あ、Facebook、はい、Instagram、Twitter、はいはい、Twitter、はい、3つね。わかりました。じゃあその3つで公開されるので、はい、まあ、気になる方はチェックをしておけばいいですね。はい、はい、わかりました。じゃあすみません、次の方紹介いただけますか。はい、鈴木さやかさん。鈴木さやかさん、はい、彼女は、うん、湘南の方でなんかお店が何かされてたんでしたっけ。そうなんですよ、今年アトリエピッコロっていうお店を開いたんですね、はい、なんか以前は確か原宿なんかでされてましたよね。そう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 、はいはい、で私ねもうそこの鎌倉のお店行ったんですけど、はい、さやかさんテイストのすごい可愛いお店でした、はい、結構なんかさ爽やかな感じの写真が印象深いんですけど、うん、うん、そうですね、で可愛いものもいっぱいあるし、でそこでプリントもできるっていうお店で、うん、はい、もう本当さやかさんらしさが詰まったお店です。わ、うん、かりました、うん、だからどうぞ。私もギャラリー、ね、やってて、でさやかさんも、ね、はい、そういうお店始めて、なんかそういうものを始めた同士で、はい、結構こう、はい、その大変さと楽しさがこう、はい、分かる同士なので、じゃあお互いに例えば情報交換したり思いを共有しながら、うん、そうなんです、連絡を取り合ってらっしゃるんですよ、はい、頑張ってるんでさやかさん、わかりました、はい、あのギャラリーの再開を心待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、またはい、はい、ということで次回は写真家の鈴木さやかさんでお送りします、右下の、ピンクのアイコンでチャンネル登録もよろしくお願いします。お楽しみに。